新大阪に到着しています。パンダンバーの11号7川1です。前のお客様に続いてご乗車ください。立ち止まられますと後ろのお客様ご乗車いただけますね。前のお客様に続いてご乗車ください。もうちょっと手は使ってないんで、どうしますか。おばさんが邪魔になりそうでしたら申してください。もちろんある程度申します。わかりました。すみません。でもちょっとお見たいかもしれないんですけど、すみません。大丈夫です。お客さん前の方が。なんかね、団体でいらっしゃいます。Thank you.
を出ますと、鶴羽に行きます。この先に電車が入れますので、電気などでお立ちのお客様はお近くのお手取りをお伝えください。お忘れ物ございませんようご用意ください。ありがとうございました。京都です。ありがとうございます。京都に到着しています。神田川の11号金沢行きです。次は鶴ヶに停まります。前のお客様についてご乗車ください。立ち止まられますと後ろのお客様ご乗車いただけまして、この電車は特急電車です。乗車券の他に特急券が必要です。自由席は中ほど5号車と6号車です。5号車と6号車が自由席です。お席の確認は車内中の方でお願いいたします。電気で立ち止まられますと後ろのお客様はご乗車いただけません。立ち止まられますと後ろのお客様がご乗車いただけませんので、立ち止まらず車内中の方で切符の確認などお願いいたします。サンダーバード11号金沢行きです。
ことだ。広いところで 22.5
104m あります。一番深いところで 104m、 平均の深さは 41m です。琵琶湖の周りは 236km、 面積は 670.4km で、淡路島がすっぽり入るぐらいの広さがあり、滋賀県の6分の1が琵琶湖です。琵琶湖は北が広く、南が細く、形が楽器の琵琶に似ているところから琵琶湖と呼ばれています。琵琶湖には竹生島、竹島、沖の白い島の島々が姿を浮かべ、四季折々に美しい姿を見せてくれます。この湖の風景は近江八景として親しまれ、1950年に日本最初の国定公園に指定されております。琵琶湖の水は平山地区の生活用水として利用され、近畿の水がめとも呼ばれており、この水は瀬田川となり、流れ下り宇治川、淀川の名前を変えて大阪湾に注いでおります。列車はしばらく琵琶湖の湖岸を走ります。自然と歴史が今も息づく琵琶湖の景色をお楽しみください。また進行方向左側には、琵琶湖の広がりとは対照的に圧倒されるような山並み、キラレッコが見えます。琵琶湖の西側に屏風を立てたように1000メートルを超す峰々が15本連なります。冬の夕暮れ、この平連峰に降り積もる雪景色が、住江五ヶ市の山水画を思わす風情のあるところから、平野墓雪と呼ばれ、近江八景の一つに数えられます。
舞鶴行きは11時18分、一番乗り場から出発します。駿河を出ますと、竹富に停まります。駿河行きは列車とホームとの間に段差がございます。足元十分ご注意ください。座席の周り、荷物棚の上、座席の前のポケット、もう一度よくお確かめの上、携帯やお財布などお忘れ物ございませんようお願いします。ありがとうございました。それからです。神奈川の11号金沢駅です。まもなく発車いたします。次は竹富に移ります。
客様ありがとうございます。特急高浜の11号金沢行きです。中席の中の5号車と6号車です。自動販売機を含め車内販売はございません。ご了承ください。携帯電話によるツアーはご面倒でも携帯電話や電話でお願いいたします。次の乗り降りは10時55分に行きます。
を出ますと鯖江に停まります。列車とホームとの間に段差がございます。足元をご注意ください。お忘れ物ございませんようお降りください。ありがとうございました。活躍です。ジャフに到着しています。サンダーバード11号金沢駅発車いたします。
Thank you.
祈願の今からお伝えします。福井を出ますと、阿波原温泉に入ります。座席の周り、荷物棚の上、座席の前のポテント、横を確かめの上、お忘れ物ございませんようご注意ください。福井駅は列車とホームとの間に段差がございます。また隙間もございますので足元をご注意ください。大阪、京都からの特急サンダーバード号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。
停車中は中本の5号車と6号車です。自動販売機を含め、車内販売はございません。ご了承ください。6号車と7号車の間、また9号車と10号車の間、出口はございません。6号車のお客様は前寄りの出口、7号車のお客様は後ろ寄りの出口、9号車のお客様は前寄り、10号車のお客様は後ろ寄りの出口からお寄りください。
出口は左側です。河原温泉を出ますと加賀温泉に停まります。大正寺方面各駅に停まります。金沢駅は同じホームから発車いたします。お忘れ物ございませんようお願いします。列車とホームとの間に段差がございます。足元ご注意ください。ありがとうございました。河原温泉です。続いてお降りください。神田ワード11号金沢行きを発車いたします。
方向右側には白山が見えています。山並みの一番奥のひときわ目立つ高い山が白山です。白山は富士山、立山とともに日本三名山の一つに数えられます。石川、福井、岐阜の3県にまたがり、御前峰、大南地峰、天下峰の3つの峰を白山と呼んでいます。最高峰の御前峰は高さ2702メートルあります。白山一帯は1962年に国立公園に指定されております。
沢の11号金沢 IT 側が閉まります。ご注意ください。
Soon arrive at Kanazawa Terminal.